ロシア郵便のロゴモスクワにある郵便局ロシアの完成切手付け封筒、左下にあるのがロシアのマークセンス方式の郵便番号記入欄であるロシア郵便とはロシアで郵便事業を行う公共事業体である。約39万人の職員が雇用されており、約4万の郵便局がある。ロシアにおける郵便事業は 古くから行われており、1874年に創立された万国郵便連合の原価名国の一つである。1902年からはロシア内務省参加の一部局になっていたが、1917年に発足したロシア臨時政府は電信電話事業も管理する郵電省に改組された。この体制はソビエト連邦発足後も継続された。大祖国戦争では、 大変危険な状況を克服し前線に7000万通の郵便物を送達した。ソ連崩壊後の1993年に情報通信省の一部局に改組されていたが、2002年に公共事業体の改革が行われ、現在の組織となった。ロシアにおいてもソ連時代から郵便番号が導入されている。また郵便番号を自動読み取り区分機にかけるために、 郵便番号を記入する欄があるが、機械の読み取りをしやすくするために字体を制限するマークセンス方式が採用されている。2018年5月、日露経済協力の一環として、日本郵政の長戸製密議社長がサンクトペテルブルクを訪れ、日本郵便とロシア郵便の間で包括提携を結んだ。ありがとうございます。